自転車ロードレースの本場ヨーロッパ。中でもフランス、イタリア、スペインは世界三大ツールが行われる強豪国。そのスペインへ渡り世界に挑もうとする若者がいる。小林麻里乃、23歳。スペイン北部、2000メートル級の山並みが続くアストリアス州。世界三大ツールの一つ、ブエルタ・エスパーニャのコースにもなり、自転車ロードレーサーたちにとって憧れの地として知られています。小林選手は人口1万4000人のルゴネスという町に2014年から暮らしています。スペイン人の父と日本人の母との間に生まれた小林選手、17歳で自転車競技を始め、19歳の時に本場のロードレースを体験するため2ヶ月間スペインに滞在しました。その2ヶ月走ってこっちの競技やってる人と触れ合って話して、ああこれはもう来年もこっちに来るしかないなって、本当に今まで自分が日本で走ってたレースとは全く別物で、あこれが自転車ロードレースなんだなっていうふうに思って、ね、もうそこからこっちに来ることしか考えてませんでしたね。そして20歳になりスペインに移住した小林選手、この日は去年まで所属していたチームの仲間と一緒にトレーニングに出かけます。この競技のいいとこが、まあ、地元でこう一緒だったら、例えばもうプロの選手と一緒でも一緒にトレーニングに行って話したりいろいろできるってとこがあるんで、そういうとこで年上のもうすでにプロだった選手とかからいろいろ教わったっていうのはありますね。練習を終えた小林選手、昔のチームメイトと今も交流を続けています。現在小林選手が所属するチームの拠点はイタリアですが、小林選手は父の祖国でもあるスペインで暮らしていきたいと考えています。僕らの競技ってやっぱり自分みんな住んでる場所も別々ですし、自分らが一番いいと思ってる場所にみんな住んでますし、メニュー内容が全部送られてくるんですよね。それに沿ってトレーニングしていくって感じですね。普段の生活は本当にそうは侵されたくないですね。自分の時間とか自分の流れでやっていきたいんで。9月25日小林選手はイタリアのトスカーナで開催される大会に参戦するためチームと合流しました。小林選手が所属しているチーム、ニッポビーニファンティーニは現在19名の選手が在籍しています。このチームはイタリアと日本の企業が共同スポンサーとしてサポートしているチームです。ロードレースはチームプレーの競技。エースが最初にゴールすればチーム全体の勝利。その他の選手はアシストに徹します。そのためアシストの選手たちは交代でエースの風よけになったり、食料やドリンクを補給する役割を担います。小林選手は上り坂が得意なクライマー。強い脚力と持久力を兼ね備えている小林選手にチームはアシスト以上の役割を期待しています。Lui è dotato anche di una, di una dote che potrebbe definirsi da finisseur, quindi potrebbe fare un'azione nel finale, un'azione a un chilometro dall'arrivo, e questo potrebbe essere comunque una possibilità. Manzo ha detto quello che il team deve fare per il team, ma non deve fare quello che deve fare, ma non deve fare quello che deve fare, ma non deve fare。イタリアのこの連戦、結構自分のあのにも向いてるコースが多いと思うんで、やっぱりここでしっかり、うん、目立ちたいっていうのはありますね。小林麻里乃さんはスペインで生まれ、2歳から日本で育ちます。
学校では教師と折り合いが悪く、高校1年で中退。自分の居場所が見出せない日々を送りました。学校が嫌で、結構先生と教師とかと反発しちゃうタイプだった。じゃあこれをやりなさい、なんじゃなんでそれをやらなきゃいけないのか、これが本当に必要なのかってすごく僕思うタイプで、こんなことやっても時間もすごく、そういうので反発もあって、今思えば普通にやっとけばいいんですけど思春期なんで、なんで俺はこんなことやらなきゃいけないんだっつって。そんな時に出会ったのが自転車。17歳の時に自転車競技を始めます。その魅力に目覚め、ロードレースに夢中になり、プロの選手を目指すことを決意します。20歳の時にスペインに渡り、2年間アマチュアカテゴリーのトップチームで練習を積み重ねました。その後22歳の時に遠征した全日本選手権ロードレースアンダー23で優勝します。この活躍に目を留めた現在のチームから声がかかり、今年から晴れてプロ契約を結ぶことに成功しました。僕は若くて競技のそのキャリアも短いっていうのをみんな知ってますし、いろいろなことアドバイスをくれるんで、具体的な、もうみんなそれぞれ自分たちの持ってる素晴らしいものを持ってるんで、もう一人一人からその長所を少しずつ盗めればなって思って、日々一緒にレースしてますね。9月26日、2日間にわたるジロデンラトスカーナ大会が始まります。Col 55 dal Giappone, Marino Kobayashi。 レーススタート。初日は181キロを走ります。今回の参加チームは14、総勢117名の選手が競い合います。今日のコースは平地が多く、混戦が予想されます。またスピード勝負となるため、落車などアクシデントが起きる可能性が高くなります。レース後半、小林選手はトップ集団から遅れ始めました。レース開始から4時間24分後、トップ集団の選手たちがゴール。その12秒後、小林選手のチームのエースもゴール。この日は14チーム中10位という結果に終わりました。最初の選手がゴールしてから6分40秒後、ようやく小林選手もゴールしました。僕と中根さんで一緒にいたんですけど、中根さんの前の選手がまあ落車して、で中根さんが転んじゃって、僕は運よく転ばなかったんですけど、そこで一回ストップして、勾配がきつかったんでチェーンも外れて、うまく直してまたスタートして、で自分が何かしなきゃいけないっていう場面に入るときにトラブルで遅れちゃったんで、そこがなんか何もしてない感じなんですよね。総合順位を上げていくために仕事することになると思いますね、明日。大会最終日、レースがスタートしました。今日は全長164キロ、小林選手が得意とする坂の多いコースです。はい、オンブレ。小林選手はチーム順位を一つでも上げようと積極的にアシストを行います。レース開始からおよそ4時間、トップの選手がゴール前に現れました。小林選手のチームのエースは6位でゴール。チームは総合8位で終了しました。小林選手は監督の指示でレースの終盤コースアウト、次に控える6連戦に向け体力温存を図ったのです。逃げには乗れなかったんですけど、その後ずっとチームのサポートしてて、まあ僕はやるべきことを果たしたかなって感じでやめてったんですけど、それでもうあとは頑張ってくれってチームに、はい、できるだけヨーロッパでこの世界で長くやりたいっていうのが正直なとこなんで、やってればステップアップとかもできると思ってるんで、まあとりあえず目の前のことに集中してやっていけば結果はついてくると思ってます。はい、ロードレースの本場ヨーロッパでの飛躍を目指して、小林真理乃選手はペダルを踏み続けます。